日銀の黒田東彦総裁は15日、投資家は金融市場の混乱を招き、広がりつつある世界経済の回復を妨げかねない一末利事がリスクを楽観している可能性があると警告した。訪問先の米ワシントンで開かれた各国当局者や有識者などで構成されるグループオブ 30G30 の会合で発言した。黒田総裁は世界経済について貿易や製造業生産の伸びが設備投資や民間消費を後押しする格好で回復の範囲が一段と広がっていると指摘。一方で政策当局者は生産性の低下や多くの先進国における低インフレ、一末利事がリスクなど景気回復見通しに影を落とす要素に留意する必要があると注意を促した。総裁は現時点で一末利事がリスクの高まりは市場の深刻なリスク回避につながっていない。ボラティリティは歴史的低水準に保たれる中で資産のバリュエーションは強止まりしていると発言。金融市場の安定は良いことだ。しかし、市場参加者が無関心で注意の必要なリスクを適切に織り込んでいない可能性はあると述べた。総裁は日本経済については緩やかながらも着実に拡大しているにもかかわらずインフレ率は低水準で推移しているとし、日銀が大規模な金融緩和策を当面続ける方針を表明。日銀が目指す 2% のインフレ目標の達成はまだかなり先だ。日銀はできるだけ早期の目標達成を視野に積極的な金融緩和を継続すると語った。